デイアン・ロブレムは、ユーゴスラビア・ゼ日ニ出身のサッカー選手。ロシアサッカープレミアリーグ FC ゼニと、サンクトペテルブルク所属。クロアチア代表。ポジションはディフェンダー。弟のダボル・ロブレムもフォルトゥナ・デュッセルドルフに所属する、サッカー選手。ユーゴスラビア・ゼ日ニで生まれ、ユーゴスラビア紛争の影響で、ドイツミュンヘンへ移住し7年間過ごした。その間に、 弟のダボールが誕生している。しかし市民権を獲得できず、クロアチアへと移住した。ディナモザグレブ NK カルロバツの下部組織で育ち、2004年にプルバエ HN ウェルの競合 NK ディナモザグレブの下部組織に移った。2006年6月10日に NK インテルザプレシッチ戦でトップチーム初出場を飾るも、イゴールビシチャンやレアンドロ・クフレトの経験豊富な 選手の存在から出場機会が限られたものとなり、2007年7月17日からドルガ h n ルのインテルザプレシッチに期限付き移籍した。インテルザプレシッチでの2期では50試合に出場し一部昇格に貢献。また、2008年5月10日の NKOC 戦で得点を挙げている。期限付き移籍から復帰後は定位置をつかみ、 2008から09シーズンに38試合3得点を記録した。翌2009から10シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ2009から10予選で FC ピュニクエレバンとレッドブルザルツブルクとの計4試合すべてに出場し、ピュニクエレバン戦ではゴール至近距離から頭で得点した。 オリンピックリオン2010年1月に赤金800万ユーロ、インセンティブ150万ユーロで、フランス一部のオリンピックリオンと4年半の契約を締結。背番号26を与えられ、1月24日に、クープ・ドゥ・フランスの AS、モナコ戦で公式戦初出場、1月31日のパリ・サンジェルマン FC 戦で、リーグ戦初出場を飾り、2試合ともに、 先発フル出場を果たした。以後、加入1期目は主に途中出場で公式戦10試合に出場。UEFA チャンピオンズリーグでクラブは準決勝、進出と躍進するも、ロブレンはディナモザグレブ在籍時に、同大会の予選に出場していたため参加資格がなかった。2期目は、2010年に守備を務めるジャン・アラン・ブームソンと、マテューボ・ボドメが対談したことから、 出場機会が増加していくと、最終的にクロード・ピュエル監督の下で地位を確立し、クリスやパプリアカテと共にセンターバックのコンビを組んだ。同シーズンの活躍から2010年11月には、ドン・バロンが選定する100人の世界最高若手選手に選出されたが、一方でサイドバックでは成功を収めることはできず、 左サイドバックで起用された UEFA チャンピオンズリーグ2010から11の SL ベンフィカ戦で得点を挙げるも全体的なパフォーマンスは非難された。2012年1月23日にクラブと契約を2016年までの2年延長したが翌2013年に退団することとなった。リオン在籍の3期半でクープ・ド・フランスのタイトルを獲得した。 サウサンプトン2013年6月14日にサウサンプトン f c と4年契約を締結。公式には移籍金非公開だが推定850万ユーロと見られている。リバプール2014年7月27日、リバプール FC に移籍。移籍金は約2000万ポンド。2017年4月、リバプールとの契約を2021年まで延長。 週休10万ポンドとなり、プレミアリーグで5番目の高級ディフェンダーとなった。また2016から17シーズンのファンタジーブンに選出された。2017から18シーズン、UEFA チャンピオンズリーグ決勝ではヘディングでボールをつなぎ、サディオマネのゴールをアシストしたが、レアルマドリードに1から3と敗れた。2018から19シーズン、 ジョエル・マティプにポジションを奪われ、控えに留まった。9月には偽証罪の疑いをかけられ、シーズン終了後には、AS、ローマや AC ミランが獲得に興味を示していた。2019から20シーズン、チャンピオンズリーグ、グループステージ、ナポリ戦では、1点リードを許す中、ゴールを決め、1から1での引き分けに貢献した。2月29日、 プレミアリーグ第28節は東ード FC 戦で約1ヶ月ぶりの先発出場を果たしたが、トロイディーニーとのマッチアップで苦戦するなど、0から3での完敗の要因の一つになり、批判を浴びた。このシーズンは初のプレミアリーグ優勝を花道に退団、在籍中は徐々に出場時間を減らしたが、公式戦185試合に出場、ピッチ内外でチームに貢献。 ジョーダン・ヘンダーソンは対談を惜しむメッセージを送った。FC ゼニとサンクトペテルブルク2020年7月27日、2020から2021シーズンにより FC ゼニとサンクトペテルブルクに完全遺跡で加入することが発表された。2020年8月8日、ロシアスーパーカップの決勝に出場し、タイトルを獲得した。世代別代表では、 通算48試合4得点記録。2009年8月12日にベラルーシ戦に向け、スラベン・ビリッチ監督のもとで A 代表に初招集された。試合終了まで出番は訪れなかったものの、招集されたこと自体に喜びを表していた。2011年9月2日に UEFA ユーロ2 0 1 2予選のマルタ戦で初得点を挙げた。 その後、本大会の暫定27人の一員に選出されていたが、負傷により、最終23人の一員から落選した。2013年3月26日に、リバティスタジアムでのウェールズ戦では、ジョーレドリを倒したことで、ガレスベールにペナルティーキックを許すも、後半に、通算2得点目にして、同点弾を上げた。二千十六年三月十九日に行われた、 ハンガリーとの国際親善試合でアンテチャチッチ、監督と衝突。この結果、同年5月16日に発表された UEFA ユーロ2016に挑む代表候補から落選した。2018FIFA ワールドカップでは決勝でフランスに2の4で敗れ準優勝に終わるが、レギュラーとしてプレイクロアチアサッカー史上初の決心出に貢献した。 国際 A マッチ53試合に得点。ありがとうございます。